インスタグラムからは全く今までやったことがなかったんですけれども、先月がですね111万円というような形で右肩上がりでおかげさまでなっております。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は SNS マーケコンサルタントをされている受講生佐伯さんが月賞で111万円を達成された秘訣というテーマについて対談を取っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。佐伯さん、今のご活動内容を簡単に教えていただけますでしょうか。個人起業家さんおよび中小企業の方向けに SNS マーケティングの仕組みを教えしたりお作りするってお仕事をさせていただいております。中小企業の方に関しては顧問もやらせていただいております。ありがとうございます。今回入学の決め手きっかけっていうところも教えていただけますでしょうか。インスタグラム集客を徹底的に学べて身につけるなっていうところを体験講座だったりライブだったりとか通じてとても実感したので受講を決めさせていただいた次第でございます。ありがとうございます。ちなみに結構 SNS のコンサルとかスクールって多いと思うんですけど、その中でもうちを選んでいただいた一番の決め手みたいなのってあったりされますか。主に2つありまして、1つは北野さんの人柄だったり話の仕方の納得の部分のところがすごくあったところが1つ、2つ目はきめ細かいノウハウが大量にありまして、しかもそれがですね順番通りやり方とか含めてですねあったってところを感じたので決めさせていただいた感じになりました。ありがとうございます。次、入学前と後の変化ってところもお伺いしていきたいんですが、入学前の状況って、はい、集客面とか売上面とかどんな感じでしたでしょうか。入学前は口コミ紹介と広告 SNS に関しては TikTok をやっていた形ではありました。売上自体は上がってはいたんですけれども、月によって波が結構あったような状態でした。そこから入学後ですね、コンセプト一緒に作成をさせていただいて、インスタグラムの動線であったりとか LINE の販売であったりとかローンチの戦術とかそういったところを固めていただいた結果、数値面的な変化であったりとかそういったあたりはどう改善されましたでしょうか。インスタグラムからは全く今までやったことがなかったので数字には上がってきていなかったんですけれども、初月が40万円、次月が70万円、今月が111万円というような形で右肩上がりになっております。ありがとうございます。次にですね、なぜインスタグラムを使ったマーケティングで成果を出すことができたのかという秘訣をちょっといろいろお伺いをしていきたいと思うので、佐伯さんのインスタグラムを共有しながら聞いていきたいと思うんですが、ではですね、今佐伯さんのインスタグラムこちらにご用意させていただいているんですけども、フォロワーが1049フォロワーということで、セールス苦手でも月7桁のリール集客法ということでコンセプトを作られて発信されていて、インスタグラムで意識しているポイントとかを2つ3つぐらい教えていただけますでしょうか。インスタグラムで意識しているポイントは3つありまして、1つ目はですねインスタライブ、これに関しては教わった構成がものすごくしっかりしていまして、構成に基づいた台本を次につながるライブの流れっていうところをしっかりと書いていただいているので、それを自分ごとに落とし込んでできるようになったっていうところが成果につながった一つだと思います。1時間ライブの準備をすればほぼ毎回 LINE の登録だったりとか個別相談の申し込みだったりとか何かしらしてほしいアクションにしていただけるようになったのがまず一つ大きな点だと思います。2つ目がストーリーズですね。インスタグラム全くやったことがない自分にとっては何がストーリーズがそんなにいいんだろうって最初思ってたんですけど具体的な戦略だったり見せ方だったり知れば知るほどなるほどなってことがすごく多くてですね、1週間単位でどれぐらいのペースでどういう内容をいつやったらいいかっていうところも教えていただけるので、とても計画が立てやすかったです。毎週インスタグラムのストーリーズの計画表があるんですけれども、それを見直しながらできるっていうところでストーリーズからお問い合わせだったりとか DM だったりいただけるようになったっていうのがすごく大きいと思ってます。3つ目がですね、先ほどもお話しいただいていました LINE もそうなんですけども、ストーリーズを含めての集客プロモーションという言い方が分かりやすいのかなと思うんですけれども、ローンチ戦略ですね。短期間のところでしっかりとその人たちの背中を押してあげるっていうことを上手にできるようになったっていうのはすごく大きいかなと思います、うん、ので一言で言うとですね、インスタグラム正直ですね知らなかったのもそうなんですけれども、申し訳ないですけど舐めてたんですけど本当に今は頭が上がってない思い出いっぱいですありがとうございます。インスタグラムで意識されたことはまとめてやっぱライブとストーリーズっていうところが大きいかなと思うんですが、それ以外で LINE の教育だったりとかセールスとかでも参考になったとこだったり成果に直結したところがあれば教えていただけますでしょうか。ノウハウだったり LINE もインスタグラムももちろんそうなんですけれども、量と質もそうなんですけど、プラスしてですね、今まで僕自身が工学スクール系20個以上ぐらい行ってきたんですけれども、スキルも超一流だと思うんですけども、マインドセットの部分も毎日勉強させていただいてる次第でして、今まで20個ぐらい行きましたけど、そこを教えていただいてるところって1個もなかったんですね。落とし込み方も自分のスタイルに落とし込んでできるっていうところがこちらのスクールの最大の
すごいとこだと思ってるので感謝しています。ありがとうございます。最後ですね、ちょっと改めてになるんですけども、弊社学科入学して良かったことがあればね、ちょっと教えていただけますでしょうか。先ほどと重複するかもしれませんけど、マインドセットの部分のところ、あとすごいなと思ったところですね、横のつながりも重視していただいてるなというところなので、いろんな方とお話しさせていただくんですけども、誰一人後ろ向きの人がいないなと。皆さん結構前向きというかポジティブしっかりと改善行動してっていう。そうなんですよね。今までスクールたくさん行きましたけど、後ろ向きな方一定数いたんですけれども、多席な人がいないんですよね、こちらのスクールはね。そういう面でもすごく勉強にもなりますし、スタートアップの方から、実績のある方から、いろんな方いらっしゃいますけれども、それぞれの方からお話を伺うのも刺激的ですし、勉強になりますし、北野さんご自身にはお伝えしているかもしれませんけども、こんな一流なところは本当ないなと思うので、入ってよかったなというふうに思っております。させていただけて嬉しいです。ありがとうございます。ということで、今回実績の声取らせていただいたわけなんですけども、概要欄の方にも佐伯さんの LINE 公式アカウントとインスタのリンク貼っておくんですけど、 LINE のお友達数って今何人ぐらいご登録が？390人ぐらいですね。390人もね、お友達がいらっしゃるということで、その配信とかも結構勉強になると思いますし、プラス今登録いただくと佐伯さんから特別なプレゼントがあるということで、こちらのプレゼントの詳細もちょっと教えていただけますでしょうか。今ですね、 LINE 登録していただけますと7つの特典があります。1つはですね、圧倒的に成果を SNS で出す3つの秘訣、集客を3倍拡大するインスタ広告攻略法、個人企業家向けの集客のうちで100選、知らないと損する LINE 配信戦略3つの方法、 LINE の友達獲得の20の施策、インスタマーケティング運用チェックリスト、一生使える集客法の口コミ集客マスターブックと呼ばれる7つの特典を差し上げています。これ豪華7大特典ということで、無料でもらえちゃうのでね、こちらもぜひ皆さんチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。ということでね、改めてですけど、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめた、こちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。1つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り、自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会をご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。